皆さんこんにちは。今回もペナントやっていきますよ。前回はエース山本が驚異の切れ味と回遊金徳を手に入れたところまでですね。その効果がいかがなもんか見ていきましょう。助っ人外国人を取らないのでスタメンにカタカナの人がいなくなっちゃいましたね。やったぜ。開幕戦を勝つことができました。エース山本が頑張ってくれましたね。打線もいい感じに山本を援護してくれたと思います。現実世界とは大違いですね。強い。今年のオリックスは本当に強いかもしれないですね。この強さ、監督解任ブースト並みの強さかもしれない。それだとこの後連敗しだしちゃうわ。言わなかったことにしよう。まあ、毎回言っているような気がしますが、負けるときは、大差で問題ないですね。僅差の試合で勝ってくれれば、特に問題ありません。はい。最近野手を大補強しているおかげか、打線はそこまで悪いわけじゃなさそうなんですよね。めちゃくちゃ打つわけじゃないですが、平均くらいの打撃陣になっていると思います。いいっすねー。今の勝ち方は非常に嬉しいです。ここまでの試合を見ている感じ、中継ぎ陣はだいぶ安定してきているような気がします。試合終盤に爆発炎上して試合が壊れちゃう確率がだいぶ低くなっているような気がします。日ハム強すぎるわ。ここ数年日ハムのお得意さんになっちゃってるような気がしますね。相性の問題が凄まじいです。見たまえ、我がオリックスが単独首位です。このままシーズンが終わっても構わんぞ。今年からペナントは4月1日が最終戦ということにしよう。やっぱり日ハムには本当に相性が悪いみたいですね。日ハムとの試合で勝率5分くらいを達成することができれば CS が見えてきそうな気がします。犠牲フライでも勝てればええんや。めちゃくちゃ勝ちまくっているというわけじゃないですが、割と勝率5分くらいで推移しています。もうそろオリックスもリーグではなくパリーグに参戦しても良さそうですね。これはここ数試合回して思ったのは、終盤までリードしていればそうそう負けることはなくなったということですね。リードしている状態の中継ぎ陣が相当安定感が出てきていると思います。あとは先発陣がちゃんと試合を作って打線も援護してくれるようになれば CS あるいは優勝も見えてくると思います。山岡、君は古巣への愛情というものがないのか。私はお前が FA をした時、貴様が路頭に迷わないように420万で引き止めようとした野郎が恩義というものを持ちたまえ。何を他球団に行ったら活躍しだしてんねん。まるでオリックスが悪かったみたいな空気を出してるやんけ。ロッテはカモにできそうですね。ひとまず日ハムとソフトバンク戦は結構厳しそうな空気が出てますね。さすがは山本ですわ。金徳の効果が出ているんでしょうか。ロッテ、最高や。本当に空気が読める球団やな。ロッテを応援する意味で、キノコの山とタケノコの里とタンパクトとアポロ買うわ。ロッテと西武には、だいぶ相性が良さそうな空気が出てますね。そら5回もエラーしてたら勝てませんわ。栄冠ナインの高校球児並みにエラーしてるやんけ。てな感じで最終戦ですが、負けてしまいました。割と五分五分な戦いはしていましたが、優勝には絡まなそうだったからカットされるのもしゃあない。今シーズンはなんと、4位に食い込むことができました。やったぜ。借金は4、この4つを乗り越えて勝率五分を超えることができれば、CS に大きく近づけるんじゃないでしょうか。やっぱり日ハムとソフトバンクには、負け越してますね。
ですがそれ以外のチームにはいい勝負ができているので、来年以降に期待しましょう。山本、2回も月間 MVP を取っています。これはミスターオリックスですわ。化け物じゃねえか。山本、もう日本球界でやることがないだろこれ。本当に優秀な選手になってくれましたね。山本一人で、貯金を17もこさえてくれました。うん、待てよ。山本が貯金17も作ったのに借金は4。妙だなぁ。浦田は立派な守護神に育ってくれましたね。さすがは威圧感男ですわ。直井と高梨、田島あたりは、非常に優秀な中継ぎですね。うちにいる高梨とか、もともと楽天にいた選手なんですが、現実世界でも相当頑張ってるらしいですからね。そらパワプロでも活躍しますわ。赤羽と古山あたりが、山本が作ってくれた貯金を、吐き出しちゃってますね。次に手をつけるべきは、先発陣なのかもしれません。とはいえ先発陣なんて、育てようがないんですけどね。今の状態のように、若手を投げさせるしかない気がします。今年は吉田が、若干不調でしたね。正直走力とかがどんどん劣化してきているので、ミートとパワーが劣化するのも、時間の問題だと思います。吉田のパワーが C になったりする前に決着をつけないと、このシリーズが終わらなくなっちゃう可能性が、割とガチで高いと思います。ひとまず小滝はキャッチャー A まで育ったので、投手陣は割と、安定感が出てくれるんじゃないでしょうか。このゲームのキャッチャー A が、どの程度まで効くかは未知数ですけどね。エース山本、沢村翔投手になってしまう。山本、投手タイトル総なめしてるやんけ。そらあんだけの成績を残してたらそうなるわな。というか投手タイトル、総なめしてるやんけ。このチームはきっとペナント優勝ダメに決まってるやろが、誰が20勝投手を手放すねん。うちは金なんかいらん。欲しいのは、優勝や、海外に行きたければ、マー君のように、チームを優勝に導いてから行けや。オリックスを優勝させられないようでは、海外では通用せんぞ。どんどんコーチたちが、成長してきています。特にコーチの留学でムード丸を覚えさせられるようになったので、これからどんどん、チームの雰囲気が良くなってくれると思います。選手に自粛をさせて自分は鉄板焼きしてる監督がクビになった時くらいには、チームの空気が明るくなると思います。というわけで、ドラフトですね。ここ最近は、即戦力になりそうな選手をメインに取っているので、今年もそれを継続したいと思います。以下は、中継ぎとしては、ありかもしれないですね。うちの中継ぎ陣、優秀な選手は2、3人いるんですが、正直それ以外は割と、ポンコツな感じです。中継ぎをもう少し補強したいという気持ちはありますね。日高、ドラ1で取ろうとは思いませんが、これはこれでありかもしれないですね。指名打者としては、ありだと思います。打撃能力もそこそこで、弾道が4もありますからね。なんだかんだ言って弾道って、重要なステータスではありますしね。なんかこう、これはドラ1で取らなきゃいかんという感じの野手は、いない気がします。今年は投手でいきましょう。袴田が結構ビビッと来ていたので、袴田を指名します。おげ。いや、ここから聞けばええねん。重複したということは強いということ。くじの神様真中様、私に力を分けてくれー。帰れや。真中を召喚したら、いっつも何も書いてないやんけ。やっぱり真中ってクソだわ。本当にくじ引きに弱すぎるだろ。どうなってんだマジで。最初の1、2年は調子が良かったんだけどなー。おかしいなー。横溝、特能も持ってますし、そこまで悪くなさそうです。朝尾キュンは、大外れですねこれは。3球種持っていましたしコントロールも良さそうなので取ったんですが、伸びが F じゃどうしようもないわ。末木は、1番打者に育てることができれば良さそうな感じですね。問題点としては、末木が育つ頃には、吉田が劣化しまくってるということくらいでしょうか。今年は日ハムの近藤が、海外から帰ってきてました。打つのはまだまだ打ちそうだから、セリーグに行ってキャッチャーでもしててくれ。
日本に戻るならこの球団とか言って出ていこうとしていますが、どうせ戻ってきたらソフトバンクから楽天に入団するだろ。というわけで今年の FA、特にこれだという選手はいなそうですね。なんかこう、大物の選手たちはこのくらいの年代まで来ると、うへぇ、これはあかんやつや。来年のロッテは、やばいかもしれんわ。というわけで最後に海外留学に行かせて、今回は終わりにしたいと思います。読みになると、ドミニカに行かせることができるので、ちょっぴり嬉しいですね。ひとまず今年は4位と大躍進したので、あと1、2年で決着をつけたいところです。というか、1、2年で決着をつけないと、決着が20年後になりそうですからね。それだけは本当に避けなければいけません。吉田の劣化がやばいわ。